ました。さあやってまいりました。今日で、ね、こちら大腸会さんの寝台でございます。P 牛音との超純スペックをで、ね、朝から実践していこうと思います。で皆さんにお詫びです、オープニングやろうと思ったら外が終わりでね、なしでっていうことになったんで早速打ちたいと思います。これね、あの第一度で第あるあるなんだけどね、あの音量セットしようとすると音量ってなる。音量設定は4です。4ぐらいでいきますか。じゃあまあ簡単にスペックをで紹介していくとですね、319分の1のミドルタイプになっております。右打ち突入確率 75%。 まずは9回転以内に10分の1を引けというゲーム性です。でですね、それだけだと継続率 63.4% にしかならないんですけれども、その右のね大当たりの4割が最上位ラッシュにつながる3000ボーナスとなってます。で最上位ラッシュ行くと10分の1は15回転です。なので今の話だけ聞いて何度こっちゃと思った方、バカボンあるでしょ、はい、あのバカボンの時短回数をギュッと減らして確率ガッと上げた番って考えたらすごい分かりやすいです。つまりどういうことかというとね、早いんだ今のところ第一を感じてるな。とりあえず今ノーカスです。ノーカスで しばらく打って、これがいい第一なのか悪い第一なのか見てやろうかと思って。でこの台は起動棒を例えば20回30回ぐらい大当たりついてんだよな。いやー素晴らしい。これ陽介的オカルトではね、出ない台より出てる台座った方がいいよ。東四郎はね2日間ぐらいへこんでたら、例えば2日連続で2万玉飲んでる台があったとしたら、そろそろ跳ねっかいんじゃねえかと思って座ってきたくなるんだけど、そこをぐっとこらえて3日目まで待つのよ。こう30回ついてる台も3日目まではいけるから、3日連続で30つくとちょっとそろそろモードチェンジする、うん、30回ついてるからもう出ないだろうじゃなくて、30回ついてると心理として可動一旦下がるんですよ。それその台の出ちゃったからもう打ちたくないってなるんだけど、そこの心理をこらえてあえて30超えてる台に座ってみる。そうすると30出てる台は45とか50になる。エツパチコ心理学。いやでも今40回転回したけどまだ青保留出てきてないんで、ちょっと第一学んだかもしれない。いやあのさ、ほんと最近のパチンコ台さ、めちゃめちゃシンプルになっちゃったじゃん。であのその台のこと知りたいなと思っても何も分かんねえんだよ。今のパチンコ180回転回してなんかノーマルリーチ4回かかるぐらいで終わっちゃうのよ。ってなった時になんかそのコンテンツのキャラクターとかストーリーとかさっぱり分かんない、あるいはリーチのこれが厚そうだこれが寒そうだとかもう全く分かんないよ。ただただ1万円だけがなくなって、それはそれでパチンコとして正解なのかなっていうのはちょっと思ったよね。1個言っていい、これ第一最近のトレンド学んでるな。おう、何も起きねえ。ついに初めて点滅保留来ましたね。あの過去の第一だったら68回回す間に120回ぐらい点滅してるんでね。さあ1枚しよう。まず特に使われるところはないでしょう。今日7ユキチしか持ってきてなきゃいけないよ。これ7人死んだら終わりだよ。これは長い戦いになるな今日、うん、僕の直感がそう言ってるよ。まあ移動するというのもテクニックとしてはあるね。ただその移動した瞬間にこの台が吹くっていう可能性が一番俺は嫌なんだよね。牛音トラよりも後ろのガロだって。牛音トラジャグラーやん。そう、あの新しいハッピー出ますからね。うん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 、おっとなんか掘り来たよ。お札来てるよ。おーめっちゃバイブ、赤バイブしてる。来た来た来た、こういうことこういうこと、分かりやすく反応すべきタイミングが来ましたよ。バイブスを上げていこうぜ。1万5000円、どう考えてもあのお札付きの掘りですよ。あ赤チャンス、ここ高い、ここバイブせんのかい。まあいいとこまでは絶対行くよね。はい、どこ行く、どこ行く、 なんかあ、なこっからバイブするのか。
ダイナマイト食いますよ。ダサいな。で、あ、弱っは多分めっちゃ強い。7は問答無用だと思う。初めて役物上がったもんね。さあ初めて記事さんします。今日のであれ刺さって23行きそうで、はい、当たってほしいですね、できればね。か、まあ、あるいはいいとこまではもう行くと思うので、バイブしてるからもうちょい持ってほしい。デッドムシじゃん。おー、デッドムシじゃん。いや、これはこれはもろったね。あ、チュー。3、2、1。赤赤牛を掘る。牛を掘る。牛じゃない、トラ掘り。本当だよ、最近あえて角座らないんだよ。さあ久々にというかまともに発展したの初めてですね。ああ、期待で星3つ。テントウムシがいる。あ、いい、赤いね。おい、アツトラ。ああ、もう持ってますね。四大エースの一つです。おおおおおおお、かっこいいね、これ。こう角度合わせるの大変だったって。おー、激しいね。吐くってことは次熱。あ、もう絶対当たるこれ。もう鉄板コースだよ。大事で当たるためには工場だけはダメみたいなになってるけど、大丈夫でしょう。さすがの台数でもこれ外れないよ。ほんとずっとファイブしてるもんね。今リーチフロードどこにいるかさっぱり分かんないけど、今からリーチです。今からリーチです。そうだね、うわ、勝てろ。あっ、それ何回入んねん。3月それいただきました。ってことはなんか普段だと1回ぐらいやってもダメなんかなっていう気がするけど、さすがにこれは大丈夫でしょう。ああ、絶対大丈夫です。おはようございます。さあこの台はね、もうこれで1500玉保証なんでね、へそで。これ外れるとね、萎えるけどね。まあ、これはさすがに当たるだろうなという感じがね、ずっとなんか安心して見てられた。問題は 75% を取れてるかね、まず。白面うちのボスですか。75% は取って当たり前。頼むよ。いろいろ赤かったと思うんですけど、よし。さあとりあえずね、 75% は取りました。まずはファーストラッシュ、急回転で1/10。できればその1/10の4割引いて3000玉、これです。ほんと早いらしいよね、これね。
どれぐらい速いか、そのラッシュ。バトル告知、エクストラゾーン、とりあえず斬撃レーラッシュでやりましょうか。いくよ。8、おい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 、もう一本6回転、4、6、5、4、あ、バイブした、イエイ、おい、早っ。さあこれどうなんだろう、取れてんのかな、これもう呼ばないとまずいよ、ズバッ、あー4割取れてないっぽくない。さあとりあえず3000玉、さあザウジラッシュ、いくぜ。8、7、なんか怒ったら当たりだよ多分。終わっちゃうよ、早くしないと。なんか起きろ、もう終わった、もう終わった、早すぎだろ。そう、ラスト1回転、まあ、10分の1なんて全然引いてることあるよね。ここで引いたらかっこいいけどな。まあですよね、これで当たってたら結構ぶっ飛びますよ僕。おい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 、何分経ってんの、2分半しか経ってない。うわ、ダメ。はえー、1時間13分ハマって客が2分ない、マジさ、なんだろうな、やだ、どうなんだろうこの速さ、射精ぐらい速いじゃん。自分が言ったことに気づいてないまであるよね。あれっつって、あれ今俺言ったっけっつって、だがしかし手元に2箱あるだっつって、だって今だからまさしく前儀100分挿入。さあ2回目も速い当たりを期待したいけれどもね、カスタム入れてみるか、プレミアアップにしてみるか、でなんかマイト君とかが出たら、マイト君出たって言っとけばいいんでしょ、サムネでマイト君祭りと。そうじゃなかったらもう牛尾とトラとクリとクラと俺とお前と大五郎ってサムネになってる可能性がある。みんなにさ、パチンコにも通信機能つけてさ、こう今熱いの外れたよとかやれればいいのにね、スマートパチンコだったらそのぐらいできればいいのにと思ったよ俺。ああそうそう、これでさチャットできればいいんだよ、全国のマルハンで牛トラ打ってる人とランダムマッチって、今線ハマってる人とか言って検索できるんだよ、投資いくらですかポチって、今8万入ったとこです、辛いですね、でその後グラフがバーン跳ね上がり始めてね、裏切りやがったっつってランダムマッチ終了っす。 Here comes a new challenge。 マルハンホニャララ店2000ハマリが現れましたっつって、面白いよね、隣の人とマッチしたら面白いよね。おいっつ、そういうとこから出会い始まるかもしれないよ、いやお互い辛いねっつ。さあ飲まれるね、あー始まっちゃうね、確かにね、選び放題ですから。これなんか典型的に38の26度絶好調なところから昨日3連単なわけじゃん、これいいね、前々日からさらに上がってて、しかもここめっちゃ軽いから全部ね、これにしよう。さあ大移動してきました、119回転から履歴でさ、400以上ハマってないってことは400399まで当たるのよ。あでもなんか不思議とさ、あの大移動した後のさ、その態度挙動って気になるじゃん自分。俺ね最近ね大きく外さなくなったよ、移動した後にすっげー出てるとかないもん、それはなんか、あ俺のなんか大読み波読みのパワーが多分上がったんだと思う。でも帰った後も今ねサイト7とかあるからね、俺見ちゃうんだよね本当にさ、まあうちとかはまだ楽ですよ、あのカメラ1台しかないから。おお、優勝しました、はいはいはい、ここだ、ノーバイブ、何何何何、赤堀、赤堀煽ってんの、
成功するんじゃねえこれだよな。あれ来たこれ、オカルティックジャパンなめんな。23年の集大成だめんなマジ。いや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 、あとプレミアを出すだけじゃんこの野郎。ギリさんは行くで、はい、いや行かない、行くでしょ。だったら適当に終わった方が熱いと思う。ナンバー56、ゴール確定しました。あ、じゃあこれ奥行くやつじゃん、ここ赤になってるから。あで H、 あここ、あこれはだからゾックです。あとプレミア出るのかどうかだね。ほらほら赤イルミとかこういうのはない、さっきまでと違うじゃない。決戦前夜止まるよこれ。あそこゾクだと思ってたもんね。いけプレミアアップだけであって、あ 出ないと当たらないってことはないんですよ多分。さあ大チャンスです。できれば当落赤ボタンが一番いい。降りてこいよ。頼むぜ、手元でやる、振ってこいよ。おー出てきた。でこれね、トラさんせいいよ、いいじゃないですか。かっこいいね、これ一番いい。さあ、勝てろ。光って、光ってない。期待の星4つやで。ほらもうあとはどっか、あ、分かった、当落ボタンの上にダイナマイトがいます。なるほど。ただあのアツトラとか絡んでないのが記事ある、軍とかね。あかかってん、オカルトの全てをかける。普通ボタンやけど、いやいやいや、ここからない。うん、おかしいな。いやいやいや、あのね、動きはありましたからね。あれを当てられないところがやっぱり僕とね、谷村先生の違いなんですよね。谷村先生だったら当ててるんですよ、あれ。おいおいおい、白熱いっちゃった。あ、やらかしたこれ。だからさあ、だから言ったよ、もう見切ろうかなと思って、あと1枚やった方がいいよって。さあ3枚なくなった。どうしようかな、移動した方がいい気はするんだよ正直。さすがにというところで4枚目大移動しました。珍しいです、同じ台でこんな移動するのね。あれあれ、いやいやいや、ほらまだほらさ、いろいろあるわけですよ。だいたい調子悪くて横移動した後の台って出るんですよ。俺ね最近ね大きく外さなくなったよ。移動した後にすっげー出てるとかないもん。移動した後にすっげー出てるとかないもん。すっげー出てるとかないもん。俺の読み通り、思った通りというか、まあ、ここまで想定ない。さあ、お、トラの好物ハンバーガー、あ、赤保留。おい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 、お待たせしました、お待たせしました、大移動の、大移動の陽介、大成功でございます。だってプレミアアップなのにプレミア出てないから当たるわけないでしょ。わかんないよ。谷村先生、俺に力を。移動しないのが成功だったってやつでしょ。ああ早い早い、あ、なんだな、でもう3000でしょあれで。ちょ、なんで移動したのね。難易度なんかするべきじゃないんです、こういうことが起こるから。だから僕はね、やってることは間違ってたかもしれないけど、言ってることは正しかったわけだ。移動した後にすっげー出てるとかないもん。無理だよ、隣の台出てるときって横の台出ないんだよ。あれあれ
おい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 、やめなきゃよかったか。これ僕もしかしたら今ね悪いゾーンにいるかもしれない。前回ハマりのところを打ち続けるゾーンにいるかもしれない。じゃあさあと30回で当たってってこと？ってことは1000円15番当てたら当てて出てたね。じゃあ俺今どう思ってるか言おうか。当たるまで打って連チャンするまでやめらんねえじゃねえかって。結局そうなっちゃうよこれ。お、お札です。ちなみにお札そのものは 10% しかないらしいです。だってこいつさ右の台とか一回も出なかったよね。メンタマ動きやすって言わないかな。あああああ、先生プレミアムです。なんだよそれ。当たります。やった。そう39本。絵的にもすごくないですか。てかこれプレミアムなくても当たりそうじゃね。だってもう一回ボタン押せんだよこれ。ほらもうこうだ、プレミアムだねこれで。はい、ありがとうございます。いやこれマジでクソビビったし、わあびっくりした。で今の、ね、パトトラ、いやー素晴らしい。これでももうレインボーになってるから全回転なんだろうねきっと。じゃあ 別にプレミアじゃなくてもみたいな感じはするけども、かな。まあうまいこと尺が合ってる。しかも全回転さすがに右だと思いません？困るよね。ああ7ですね、ありがとうございます。ああびっくりした。いやー、テツさんプレミアップした方がいいよ。ありがとうございます。さあこれでさすがに右も取れてますと。なので10分の1引いて4割通すだけ。一回当ててるからパチンコ演者向けです。どうしようかな。ああどっちでもいいの、早いからな。ちょっとエクストラでやってみるか。だって尺一緒なんでね。いくよー、せーの。おい早っ。4割は4割は、おお、これさすがに取ったんじゃねえの。ソニックボーナスがズバッて切れんじゃねえの。イエス、取ってますね多分。違うかな、多分そういうことよね。あれ多分 V ストックだよね。だからあれか、もしかしたらただの保留連の可能性あるのか。じゃあそれが仮に3000取ってたらえらいことじゃない。7がいいな。じゃあエクストラゾーン、せーの、はい。あ、切れた？割れたということは？玉を抜いてくださいが邪魔。取ったー！これめっちゃうまいじゃん、一芸連で突っ込むの。はい、すいません。素晴らしい。ごめんなさい、玉を抜いてくださいがめっちゃ邪魔。さあ最強ダッシュ入った。この時点で、もう右で3回だ。ここから3000出るはずなんでしょ確か。わお、あ気持ちいい。さあ3000だからもうなんかここから3000だから6000持った状態で始まるの。
81% に挑める。やばい、やばいです。早いよ、4分だよ。さあこっからですよ、早いからね。わい、ありがとうございます。オッケーオッケー、やば。はい、4つ目で6分パス、もう5分で7500確です。始めるよ、もう1回で終わってるよ。12、11、10、9、動い、ういはいか、早め早めに。さあこれで9000飛ばすね。おいおい、長かった今、うまい、お上手かも。丸半だから入れた分出ちゃう、これもう満発です、満角です、まくった。嘘でしょ。いやいやいや、夢だよこんなもん。おかしいでしょ、昼寝してる間に1万発返ってきちゃうじゃんこんな。いや夜10時まで打てますね全然ね。ああそうだけど、多分折れる人もいっぱいいると思う。一番玉オーバーしちゃいましたけど、贅沢言わない。1時間続かねえかな、すいません、箱チェンジお願いします。違う、あの保留が溜まってないんだよ。9、7、6、5、4、3、2、1、長い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 よ。弾を抜こうか。終わるのもあっという間だな。あー、頑張れ、ここで勝てたらすげえ熱い。全然だから、ああまだあるかもね。今止まったね。1500玉、7連撃、4最強ラッシュ。ああ残念。ああこのスピード感はやばいね。でもなんだかんだで満発返ってきたよ。まだいけるだ、この台調子いいからちょっとやろうかな。はい、だいぶ飲まれてね、400近く回したけど当たらなかったんで、まあとりあえず今日はこのぐらいにしといたろう。お疲れでした。お疲れでした。お疲れ様でした。まず収支から振り返るですね、投資が1万玉で、回収が4451玉なので5500ぐらいの、まあ玉自体は負けなんですよ。負けなんですけど、マジもう最近のパチンコやばいな。3時間何にもなくてもその後の20分当たり続けるだけでペロって出ちゃうんだから、いやーほんととんでもない台が出ましたよっていうことでね。あの最初のラッシュですら早いのにさ、最強ラッシュいったらもっと早いっていう。第一の台としてはやっぱりね、ついに第一も学んだかっていう感じがね、すごい、あのほんと通常時さっぱりしてるので、まあ、カスタム僕先読みとかね、入れずに打ってましたけど、まあうるさすぎないので、まあまあちょっと保留変化あるくらいの時に薄く期待しつつの方が僕は楽しかったかなというふうに思います。もう全国導入されてますんで、気になった方はねぜひ打ってみてほしい。そしてなんかツイッターとかで回ってくるの、1時間ラッシュだったら何万玉出たみたいな、最高を目指して皆さんも後ろがぜひ実践してみてくださいと。はい、というわけでですね、まあ本日のいきなり陽介オカルト全開でやってきて、そこそこ結果が出たね。自分がやってない部分で他の人が結果出してるので、もうこれは結果出たと言うしかないということで、ぜひね、Twitter のフォローとかサブチャンネルの登録、チャンネル登録までの人はお願いしますということと、もしねこういうオカルト検証してほしいというのがありましたら、ぜひコメントとかも書いてもらったらやるかもしれないんで、そちらもよろしくお願いしますということで、また次回動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、さよなら。